オレゴン大学はアメリカ合衆国オレゴン州友人市に本拠地を置くオレゴン大学システムの中の公的研究機関及び4年制修立総合大学であるワシントン大学と並び北西部でアメリカ大学協会に加盟している大学であるオレゴン大学の起源は1876年アメリカ合衆国オレゴン州友人市東部で設立された 歴史的建造物にも指定された DD ホール図書館を含むメモリアルクワドの長目ジョンソンホール近代的なリーリスビジネスコンプレックスオレゴン大学はオレゴン州ジ人市東部に位置しメインキャンパス内外に約80の建物や施設を抱えるキャンパスは19世紀に建てられたデデディーホールやベロルホールを抱える現キャンパス北西部のオールドキャンパス プリンスルシアン・キャンベル・ホールや図書館を含む南西部のメモリアルクワード、ジョンソン・ホールやローレンスホールを含む中心部のセントラルキャンパスおよびディシューツ・ホールやウィラメット・ホールを含む北東部のサイエンス・コンプレックスに大別されるが現在それらの地区は一体化しており見た目では区別できなくなっているキャンパス内の道路の大半は通行が制限されており 頻繁に車が行き交う状況ではない。また、キャンパス内東南部には、全米陸上競技の聖地である、ヘイワードフィールドがあり、大学寮の大半が、キャンパス東部に位置する。キャンパス南部には、大学管轄下にはないパイオニアセメタリーが存在することもあり、緑豊かなキャンパスとなっている。大学のフットボールスタジアムはキャンパスに隣接して、おらず、 大学近くを流れる川を渡った対岸にある。人文系の教育学、歴史学、英文学に加え、建築学、ジャーナリズム、ビジネス、物理学等での評価が全国的に高く、特に教育学部の大学院は2008年度の US News& World Report の評価で全米5位となっている。オレゴン大学は、 カレッジオブアーツサイエンスというリブラルアーツ、カレッジを中心に、アーキテクチャーアーツ、ビジネス、エデュケーション、ジャーナリズムコミュニケーション、ロー、ミュージックダンスなど6つの専門スクールを加えて構成された州立の総合大学である。オレゴン大学のスポーツチームや学生、卒業生は、ダックスと呼ばれる。これは1947年。 アスレチックディレクターのレオ・ハリスが、ウォルト・ディズニーと交渉を行い、ドナルド・ダックをオレゴン大学の公式マスコットにしたのが由来となっている。NCWA のディビジョン IA に区分されるほど、クラブチームの数が多い。また、西海岸の有名大学で構成されるパシフィック12カンファレンスの参加校の一つでもある。チームカラーは、緑と黄色。特に、 アメリカンフットボールは全米屈指の競合校としても知られる。また陸上競技場であるヘイワードフィールドはアメリカ陸上競技の聖地として毎年全米選手権や IAAF、ダイヤモンドリーグの大会、2014年には世界ジュニア選手権が開催された。2022年には世界選手権の開催が予定されている。ありがとうございます。